編む、クロシェ&ニッティング。日本語パターンで1目、2目、と書いてあるのは、細編みのことです。この動画の最後に編み図があります。では、スタート。こんにちは、編むです。今回もユニクロさんのカーディガンにお花をつけてみました。今回は、ひまわりです。それでは始めます。今回使用する糸はこちらになります。フィンランド製で、100g 260m ですので、だいたい藍太とナビ太の中間ぐらいの太さです。そして使用する針は、かぎ針の 7.5 号、4.5 ミリを使います。で、まず最初にこちらの花びらを編んでいきたいと思います。編み図はこちらになります。まず輪の中に細編みを8目編みます。そして立ち上がりの鎖を2目で中長編み1つ分と数えますので、ここの2目とその途中のこの中長編みの中間の鎖編みを編みますので3目編みます。そしてこの細編みのところに1つずつ中長編み鎖編み中長編み鎖編み中長編み鎖編みとぐるっと編んでいきます。そしてから今度はここ1周したら引き抜いて鎖編み3目で立ち上がって、この鎖編みのところにこの空間に玉編みを編んでいきます。では始めていきます。まず輪を作ります。短い方を手前にして人差し指にかけたら、この編み糸を長い方をぐるっと下から1回2回巻いて右手で持ち替えます。そしてそして左手で持ち替えてここを押さえます。で、輪ができました。そしたらかぎ針をこの輪の中に入れて糸をかけて引き出して、もう一度かけて引き出します。これで準備ができました。そしたらここから立ち上がりの鎖を1目編んで細編み8目です。まず立ち上がりの鎖を1目編みます。そして細編みです。そして1目、2目、3目、4目、5目、6目、7目、8目編みました。そしたらこれは少し糸を長く伸ばして針を置きます。そしてで、この輪を引き締めるんですけど、編み始めのこの短い糸を持って引っ張るとこの2本のうちのどちらかが動きますので、ちょっとは分けておきますね。で、引っ張ってみます。ぐーっと引っ張るとこちらが動きました。そして動いた方のこの上の方を持って引っ張ると穴が縮んでいきます。で、縮んだらもう一度短い糸を持って引っ張ると綺麗に穴が閉じます。そしたら1目目の頭に引き抜くんですけど、これは数えません。ここから 1,2,3,4,5,6,7,8、 ここに針を入れて引き抜くことになります。この目です。ですので針を戻したら今の目ですね。よいしょ、これです。これが8目目ですので、もう一回数えてみますか。これは数えないで 1,2,3,4,5,6,7,8、 8目目ですね。ここに入れて引き抜きます。これで1段目ができました。で、2段目はこの中長編みの分の鎖編み2目と鎖編み1目で3目編みます。 1,2,3、 そうしたら今度はここの
ここのところに編んでいくんですけど、あ、ごめんなさい、あ、まだですね、こっちじゃなかった、こっち3目立ち上がり編んだら今度ここに中長編みですね、すみません、次の目、ここの次の目に針を入れて中長編みを編んで鎖1目です。そしてまた中長編みですので糸をかけて次の目に針を入れて糸をかけて引き出したらちょっと伸ばして糸をかけて3本抜きます。そして鎖編み1目で、また中長編みですので糸をかけて次の目に針を入れてかけて少し伸ばして3本抜きます。これで1、2、3、4つできました。で、鎖編み次5つ目です。5、6、7、8で、すいません、8で鎖編みをここまで編みました。そしたらこの鎖編みの2目目、3目ありますので2目目の頭に引き抜きます。1目2目ここに針を入れて引き抜きます。これで2段目ができました。そしたら、すいませんね、ちょっと出しておきますね、よいしょよいしょ。そしたら今度は鎖編み3目で立ち上がってここの空間に玉編み編みますので、まず鎖編みを3目、1、2、3、そしたらここの空間です。この空間、この空間、この空間空いてますので、そこに玉編みを編むんですけど、中長編み10目編みます。ですので糸をかけて、ここではなくてこの空間ですね。ここに針を入れて、この大きな窓になっているところに入れたら、糸をかけてぐーっと引っ張ります。そしてここで1回、で次にまた針を入れたら2回、3回。4回、5回、6回、7回、8回、ちょっと待ってください、よいしょ、9回、10回、10回伸ばしたら糸をかけてこの中を通って2本だけ、最初のこの鎖編みの頭の目と今これ引き抜いた目と2本だけ残して、そしてもう一度かけてこれを全部というか2本抜きます。そしたらここで引き締めます。これでここま、これができました。次鎖編み3目です。1、2、3目編んだらこの今の空間のところに引き抜きます。ここのこの窓のところに引き抜きます。これで1つできました。次はこのまま今引き抜いたその状態で鎖編み3目で立ち上がります。1、2、3。そしたら次はこれは次の空間です。ここの空間に中長編みの途中の中長編みを10回やります。ちょっとすみません、よいしょ、はい、すみません、糸をかけてここの窓に、ここの次の窓に針を入れて1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回したら糸をかけてぐーっと引っ張って2本だけ残ります。この鎖の頭と今引き抜いたのです。2本残ったら糸をかけて2本引き抜いてここで引き締めます。そして鎖編みを3目です。1、2、3。そして今のこの空間に引き抜きます。これで2つできました。で同じように8個作ります。はい、8個目です。最後のところに引き抜いたらもう一度糸をかけて引き抜いて、でこの糸で糸始末するのではないので短く切っちゃってこれを抜いて裏で糸始末をします。でこれは
あまり離れてませんけども、一応ちょっとこの最初の花びらとあとの最後の花びらを軽く留めておきます。ちょっとここはこのくらいですね、あんまり離れてないですけどね、ちょっと留めておきますね。2回くらい塗って、そして潜らせておきます。で切ってしまいます。でこちらも編み始めの糸もしっかり穴が閉じているのを確認して、これもどこでもいいですので裏側で閉じておきます。閉じるというか糸始末しておきます。はい、これで完成です。同じのができました。そしたら今度はこの真ん中の花芯を作りたいと思います。花芯はこんな感じになります。まず輪の中に細編みを3目編んで、そして立ち上がりの鎖を4目編んで、中長編みを6個、それを 1,2,3 個作るんですけど、最初だけだ立ち上がりの鎖で、あとは鎖編みはなしです。では編んでいきます。先ほどと同じように輪を作ります。人差し指に糸を下から上へもう一度巻きつけて右手で持ちます。そして左手に持ち替えて輪の中に針を入れます。そして糸をかけて引き出して、もう一度かけて引き出します。これで準備ができました。そしたら立ち上がりの鎖編みを1枚編んで、細編みを輪の中に3つです。立ち上がりの鎖が1、そして細編みが1、2、3。そしたらここでこの輪を小さくしますので、少し伸ばしておいて針を外して、先ほどと同じように短い方を持って、この2本のうちどちらか動く方を見ています。引っ張ります。こちらが動きました。動いた方の上の方を持って引いていくと輪が小さくなります。でもう一度これを引っ張ると縮まりました。で今度は1目目の頭に引き抜くのではなくて、ここまで来たらターンする形でここで鎖編みを4目編みます。ですので針を入れたら1目目には引き抜かないで、ここから鎖編みを4目編みます。1、2、あ、ごめんなさい、1、2、3、4、そしてターンして、でここです。ここのところに中長編みの途中のを 6つ作ります。6個ですので、かけてここの目に2本すくって入れたら、糸をかけてこの鎖の4目分までぐーっと長く伸ばします。これで1です。そしてまた入れて、同じところに入れてまたぐーっと伸ばして、これで2です。次も3、4、5、6で分かると思うんですけど、最初に伸びたよりもだんだん短くなっちゃうんですね。だからいっぺんにやろうとすると最後も短くなっちゃうので3つに分けてあります。そして6本、中長編みの途中6本やったら糸をかけて中を通して、2本になったらまたかけて抜きます。これで1個できました。今度鎖編みとかやらないで、次の目に中長編みをの玉編みを編みます。ですので糸をかけたら、ここ今ここですので、その次の目これ2本すくって針を入れたらぐーっと長く伸ばします。でこれで1です。で2、3、4、5、6個。そしたら糸をかけて中を通して2本にします。そして糸をかけて2本抜きます。これで2つできました。で次最後です。また今度次の目です。糸をかけたらこの次の目、ここに2本すくって針を入れたら糸をかけてぐーっと伸ばします。これで1です。そし
で2、3、4、5、6、そして糸をかけて2本残します。そして糸をかけて2本引き抜きます。でもう一回引き抜いておきます。で今度はこの糸でここにつけていきますので、ちょっと長めに残しておいてください。でこれは抜いておきます。そうするとこういうものができます。でこれがここにつくようになります。ですのでこの糸端とこの糸端が対称に、この糸端がここに来たらこれがその反対側に来るようにしたいと思います。まず短い方の糸端をここに入れます。ここに入れます。そしたら今度長い方の糸端はここの反対側ですのでここに入れます。反対側に入れました。そしたらここでだいたい整えておいて、で真ん中を押さえてひっくり返します。そしたらここに柱がありますので、まず柱のところを一針縫います。そしたら戻って柱の向こうに糸を出します。でまた戻ってこの向こうに糸を出します。そして一つここ戻ったら次の柱の向こうに出します。で戻ってこの一周一回止めておきます。よいしょ。でこの時に こちらも一緒に縫うようにしてください。表まで響かないで縫ってください。そして一周縫ったら、よいしょ、一周縫うとちょっとこういうとこがガラガラに開いてるんですね。でこの開いてるところをちょっと埋めたいので、今度はここの花びらの方に針を出して、でこっち茶色の方入れたら茶色をすくってこっちの花びらに出します。でこれで一周縫います。花びら出して、で茶色のところに針を入れて花びらの方に出します。茶色のところに針を入れて花びらの方に出します。でまた茶色のところに入れて花びらの方に出します。で茶色のところに入れて花びらの方に出します。でこれでやっていくとだいたい隙間なく止まります。これで完全にやらなくても大丈夫ですけど、もしすごく大きな隙間があってもし気になるようでしたら、ここでちょっと戻って こちら側をすくって、そして向こうに戻るようにするとここがくっつきますので、でも大体ちょっとぐらい隙間空いてても大丈夫です。こんな感じになります。そしたらこの中をちょっと潜らせて1回2回ぐらい潜らせて、そしてこっちの糸端も真ん中を潜らせて2回くらい軽く潜らせて、そして糸を切ります。これで完成です。そうしましたらあとはカーディガンに縫い付けるんですけど、
大体縫い付ける前に置いてみて、そして全体並べてみます。そしてそのモチーフをひまわりをつけるところにこうして印をつけておきます。そして配置してみて、これでいいなと思ったら縫っていくんですけど、まず最初にこの真ん中のところに針をこう刺したら、このまま引っ張ると抜けちゃう可能性ありますので、もう一回縫っておきます。こうしとけば抜けませんので、そしてだーっとここ真ん中通って、ここのチェーンの真ん中に針を出します。こんな感じでスタートします。そしてここに置いて印をと取りまして、そして軽く留め待ち針で押さえておきます。そしたらここのチェーンの一つ戻って、でちょっと先にチェーンの真ん中に出して、縫います。そしたら一つチェーンを戻って、で次の花びらに行きます。でその時もこのチェーンの真ん中に糸が出るようにします。そしたらまた一つ戻って、どこかチェーンの真ん中に出します。そして一つ戻って次の花びらのチェーンの真ん中に出します。でこんな感じで一つの花びらに2箇所ずつぐらい留めてってください。そうするとこんな感じにつきます。これはどこって場所決まってませんので、ご自分でお好きなところに数とかも自由につけてみてください。以上です。お疲れ様でした。チャンネル登録をよろしくお願いします。